ED17 形は日本国有鉄道並びにその前身となる鉄道省が1930年から1950年にかけて旅客用電気機関車等の改造により製作した直流用電気機関車である。ED17-1 本項では本形式の改造主車となった ED13 型、ED50 系、ED51 系及び ED52 型についても記述する。形式図本形式の改造主車となったのは、1923年から1925年にかけてイギリスから輸入された電気機関車群である。いずれもイングリッシュエレクトリック社で製造されたもので、具体的には先に挙げた4形式28両のうちの27両である。これらの英国電気製電気機関車は、同社のディックカー工場で製造されたことから、ディッカーあるいはデッカーと呼ばれた。また、その武骨な外観から、鉄道ファンによって、クロコダイルという愛称も与えられている。ED17 型への改造は、3次にわたって実施された。英国電気が製造した本グループは、国有鉄道が導入した輸入電気機関車の最多数を占めていたが、故障の多発に悩まされた。特に、デッカーシステムとして知られる、電動化無軸式多段制御機をはじめとする、電装品は、製造当時の段階では、最新鋭の、言い換えれば、使用実績の少ない未成熟なシステムであったため、その実用化には、問題が大きかったようである。これらの不具合は、研修人の努力により、徐々に克服されていったが、太平洋戦争後に、主幹制御機や電動機などの主要機器のほとんどは、国産機器に交換され、面目を一新、1970年代まで使用された。最初に本型に改造されたのは、ED50 系17両で、1930年から、翌年にかけて電動機から動輪に動力を伝える。歯車の波数比を増大して、勾配の多い中央本線の電化開業用に転用したものである。この改造により、ED50 型は全車が本形式に編入され、ED17-1 から17となった。ついで1931年から1935年にかけて ED52 系4両が同様の改造を受け、ED18 型となっている。次に、ED17 型が増加するのは太平洋戦争中の1943年から1944年にかけてである。軍事輸送の増加で貨物用電気機関車の増備が必要となったことに伴うもので ED52 系2両、ED51 系3両が改造を受け ED52 型が ED17-22.23 に ED51 型がED17-24 から26となっている。この間、23号機と25号機が、戦災により1946年1月に廃車となっている。3次分となるのは、1949年から1950年にかけて装備改造により編入したもので、ED18 系3両、ED13 型2両で、ED18-4 から6が ED17-19 から21に、ED13-1.2 が ED17-27.28 となっている。また、1954年及び1955年には、本形式が入線困難な四線区で使用するため、軸重軽減を目的として2軸台車を DD10 型と同様に、中間 U 軸付きで、軸配置 A1A のものへ、申請交換する工事が実施され、該当車は ED18 型に改められている。本形式は誕生のきっかけとなった中央東線では、勾配線区であることから、客貨両用として使用された。その後、F9 電気機関車の投入により、支線に転じ、仙山線の他身延線や飯田線といった買収電化線区で貨物列車牽引用に使用された。最後に残ったのは、飯田線の4両で、これらは、豊橋機関区に配置され、1972年6月まで使用された。トップナンバーの1号機は、1970年の廃車後、地元の要望などにより、山梨県甲府市の舞鶴城址公園に、生態保存されたが、1997年に大宮工場に移され外観の整備がなされた。同期は2007年10月14日、埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館で保存展示されている。形式図 ED13 型は東海道本線電化に際して輸入された貨物列車牽引用の電気機関車で1924年に2両が製造された。電気部分は英国電気製であるが、機械部分を製造したのは他のデッカーと異なりパケット&サンズ社製で屋根の丸みがやや強く、機械室に明かり取り窓が設けられていない。全照灯が前面日差しの下に設置されているなど、ノースブリティッシュロコモティブ社製の他形式とは若干趣が異なっている。製造当初は1030型と称したが、1928年の車両形式称号規定改正により ED13 型に改められた。箱型車体の前後の屋根上にパンタグラフを2基設けていたが、軸重が15トン超と同時期に輸入された電気機関車中最大であったため、重量軽減のためパンタグラフ1基を撤去していた時期がある。しかし、さしたる重量低減にならなかったことと、終電性能が著しく低下したため、間もなく元に戻された。また、電気機器に不具合が多かったのも、他の英国電気製電気機関車と同様で、高速遮断機取り付けなどの改善が続けられた。太平洋戦争後の1949年には、電気機器を国産の標準品に交換する改造が行われ、ED17 型に編入されて、形式消滅した。ED13 型であった時代は、伊東線では旅客列車を、中央本線では貨物列車を牽引したが、ED17 型に改造後は、作並機関区に転属して、ED14 型とともに、仙山線で使用された。その後、仙山線の全線交流化により、1968年9月に廃車解体された。ED50 型は、東海道本線、横須賀線電化に際して輸入された旅客列車牽引用の電気機関車で、1923年に17両が製造された。電気部分は英国電気製であるが、機械関係はノースブリティッシュ社の手によるものである。製造当初は1040型と称したが、1928年の車両形式称号規定改正により、ED50 型に改められた。1930年の横須賀線電車化により、中央本線に転用され、歯車比を増大して、ED17 型に形式を変更された。この改造は、1931年9月までに、全車に対して施行され、形式消滅した。番号は9番を踏襲して、ED171 から17となっている。前述のように、このグループから2両が1954年及び1955年に ED18 型に改造されている。このうちの2号機は1992年に動体復元され、2005年まで飯田線でトロッコファミリー号の牽引に使用された。ED52 型は東海道本線、横須賀線電化に際して輸入された旅客列車牽引用の電気機関車で、1923年に6両が製造された。電気部分は英国電気製であるが、機械関係はノースブリティッシュ社製である。製造当初は6000型と称したが、1928年の車両形式称号規定改正により ED52 型に改められた。本形式は当初9両が発注されたが、6000から6002の3両は、横浜港で陸揚げ中に関東大震災に遭遇し、海に転落し、水没、イギリスに送り返されて、再度製作され、全く異なった形態の機関車として納入された。外観は ED50 型とほとんど変わらないが、歯車比をやや小さくして、高速側に振るとともに、内部機器の配置が異なっており、別形式となった。東海道本線や横須賀線で使用されたが、1932年から3から6号機の4両が歯車比を変更して中央本線に転属 ED18 型となった。残る 1.2 号機は、引き続き、東海道本線で使用されたが、1943年に歯車比を貨物列車牽引用に変更して ED17 型となった。このうちの ED1723 は戦災により1946年に廃車となっている。ED184 から6は1950年に装備改造によって ED17 型に編入された。残る3号機は1953年に軸重軽減のため総軸を付加した新生台車に交換され ED18 型となっている。形式図 ED51 型は東海道本線横須賀線電化に際して英国電機に発注された6000系電気機関車のうちの3両で関東大震災で被災して水没し1925年に英国電機で再製作されたものである。そのため、後に ED52 型となった機関車よりも後に製造されたにもかかわらず、若い番号が付されている。ED13 型、ED50 系、ED52 型と同様に、デッカーの一族であるが、外観は大きく異なっている。主な相違点は次の通りである。そのため、6003から6008の旧6000系に対して、6000から6002は、新6000系と通称された。同型の形態を持つデッカーとしては、青梅鉄道1系、東武鉄道 ED10 系、伊勢電気鉄道511系、秩父鉄道デキ1系6から7といったところが挙げられる。また、1927年10月20日には、6001.6002 が日本で運用された。電気機関車としては初めてお召し列車牽引の栄誉によくしている。初期の頃は信頼性が低く評判の悪かった英国電機製電気機関車であるが、この頃には性能も安定し、信頼を得るようになっていた。新6000系は1928年の車両形式称号規定改正の際には、旧6000系と大きく形態が異なることから、別形式の ED51 型に改められた。その後、1938年から中央本線への転用のため、歯車比を増大する改造を受けて ED17 型に改められた。この間に ED1725 が戦災により廃車となっている。残った2両は太平洋戦争後は神月管区に移り、横須賀線で貨物列車の牽引や入れ替え作業に従事した後、1970年12月に廃車となっている。昭和5年度13両、昭和6年度4両、鉄道統計資料。昭和5年度、第2編建設工務工作電気研究、鉄道統計資料。昭和6年度、第2編建設工務工作電気研究昭和6年度1両、昭和7年度3両。鉄道統計資料。昭和6年度、第2編建設工務工作電気研究、鉄道統計資料。昭和7年度、第2編建設工務工作電気研究。ありがとうございます。